俺は千葉英二、平凡な会社員。うちの会社には美人だけどクールだと有名な社員がいる。高根さん、例の書類できてる？はい。すごい、完璧だ。いつもありがとう。いえ。彼女、高根静香さんは俺より後輩だけど仕事は完璧にできる。しかしいつもこんな感じで無口無表情だ。怒ってる？高根さん本当に素敵だよな。でも俺らなんか相手にされないよな。何せ高根の花だもん。他の社員たちはみんな彼女に憧れているものの、近寄りがたい存在として遠巻きにしている。名字のこともあり高根の花と呼ばれているのだった。にしても俺に対しては他の人より一層無口なような。俺嫌われてるのかな。ふん、そんな風に思いながらもどうすることもできず、毎日普通に働いていたある朝。大丈夫ですか？転んでしまって足が痛くてね。大変だ、救急車を呼びましょうか。いや、骨には異常なさそうだし、そこまで重傷じゃない。家は近くだから、痛みが治まったら自力で帰れるさ。でもそのままじゃ辛いでしょう。もしよければ俺家まで送っていきます。いいのかい？はい、こんな場面見ちゃったら放っておけませんよ。すまんね。俺は彼を家まで送り届けた。ってやばい、遅刻する。毎日時間には余裕を持って出社しているため、ギリギリ始業時間には間に合った。しかし本当にギリギリだったため、上司の嫌味な悪男さんに嫌な顔をされて。お前、俺より下っ端のくせに俺より遅く出社するなんて非常識だ。すみません、確かにギリギリだったけど遅刻はしてないのに。嫌味なさんはもともと気に入らない奴を辞めさせるのが趣味なんて言われている人だ。今回のことで俺は完全に目をつけられてしまった。嫌味なさんは毎日俺に嫌がらせをしてくるようになったのだ。他の人が見ていない隙に俺を罵倒したり、連絡事項をわざと伝えてくれなかったり。嫌味なさん、会社は仕事をする場です。個人的なストレスをぶつけるのはやめてください。はぁ、てめえ口答えするのかよ。お前なんかな。何してるんですか？高根さん、なんでもないよ。仕事の話をしてただけ。じゃあ俺はもう行くから。千葉さん、あなたはこの会社にいるべきじゃないと思います。え？今のどういう意味だ？とっとと辞めろってこと？それとももしかして俺を心配してくれてる？無表情すぎてわからん。その後も嫌味なさんからの嫌がらせは続き、俺は自分の今後のためにも会社を辞めることにした。新しい仕事探さなきゃな。誰だろう？あれ、あの時のおじいさん。あの時このおじいさんからお礼がしたいので住所を教えてほしいと言われて、急いでいたのでとっさに住所を答えていたのだ。君に話があってね。話？私の孫と結婚してうちの会社を継いでくれないか。え？実は私はこういうものなんだ。猫岡社会長？猫岡社ってあの有名企業の？ああ、今猫岡社は私の息子が社長をやっているが、もう隠居したがっていてね。そこで君に私の孫と結婚して社長になってほしいと思ったんだ。そんな大切な話をなんで俺に？君と出会った時、周りには他にも人がいたのに、助けてくれたのは君だけだった。君は本当に親切で感動したんだ。君になら孫を任せられる。今日孫も連れてきているんだ。ほらおいで。どうも。高根さんが猫岡社会長のお孫さん？俺が高根さんと結婚？急展開すぎるだろ。混乱している間に、なんやかんやと会長に笑顔で押し切られ、まあまあ。気づけば俺は会長が用意してくれた高級マンションで高根さんと同居することになっていた。仕事の方も現社長さんからいろいろ教わりつつ、いずれ俺が社長になるということで話が進んでしまっている。よろしく。なんでこんなことに？てか俺と結婚させられるなんて高根さん絶対嫌だろう。あの高根さん。違う、
え？私とあなたは結婚するでしょ？だから、静香と呼んでください。え？高根さん、それでいいの？静香。静香は、それでいいの？はい、これから夫婦としてよろしくお願いします。あなた、どうなってるんだ。いや、祖父の決定には逆らえないとかそういうことだよな。勘違いしないようにしよう。けれど彼女はなぜか俺に尽くしてきて。あなた、お風呂が沸きました。お背中を流しします。いいよ、そんなことしてくれなくて。一人で入るから。またある時は。あなた、私たちは夫婦です。夫婦の営みしないのですか？いやいやいや、会長に強引に押し切られて一緒に住むことになっただけでしょ。まだ席も入れてないんだし、会長さんの決定だから逆らえないんだろうけど、その無理しなくていいんだよ。無理とは？だから静香は会長さんに言われて俺と暮らしてるだけで、俺のことなんて好きじゃないでしょ。好きです。え？私はあなたが好きです。え？どうして驚いているのですか？いや、驚くって、どういうことなのか説明してくれる？私、学生時代にあなたに助けられたことがあるんです。あれはとある休日。どうしよう。あの、さっきから困ってる様子ですけど何かあったんですか？実は、おじいちゃんにもらった大事なイヤリングが気づいたら片方なくなってて、どこかで落としたのかも。大変だ、探すのを手伝いますよ。え、いいんですか？はい、だって大切なものなんでしょ？なら力になりたくて。あなたはそうしてイヤリングが見つかるまで一緒に探してくれました。見つからないんじゃないかと落ち込む私を笑顔で励まして、根気よく何十分も探してくれて。あの時の子、静香だったんだ。もうずっと前の話だからすっかり顔を忘れてた。私、あの時からずっとあなたが好きだったんです。なのに私ったらドキドキしていて名前を聞き忘れて。だけど数年前、偶然通勤中のあなたを見つけて、あなたの会社が分かって、それで私は猫岡社社長の娘でありながらあなたと同じ会社に入社したんです。あなたに近づきたくて。嘘？本当です。祖父にも何度もあなたのことを話していて、あなたが無能な上司のせいで評価されていないだけで、本当はとても有能なことも、私の大大大好きな人だってことも話しました。それで祖父はもともとあなたに興味を抱いていたんですが、偶然あなたに助けられたことをきっかけに、私と結婚して社長になってほしいと決意を固めたそうです。イケメン。そうか。会長さん、一度会っただけの俺を孫と結婚させていいのかなと思っていたけど、静香からずっと俺のことを聞かされてたからこそあんなに強引に同居を進めたんだ。俺、静香は俺のこと好きじゃないのかと思ってた。どうして？だっていつも口数が少ないし笑顔も見せてくれないから。昔から私は感情表現が苦手で、仕事以外のことを話したり笑顔でいたりすることは私には難しいんです。それにあなたの前だとドキドキして緊張してしまって。でも私はあなたのことが大好きです。あ、静香の真剣な気持ちが伝わってきて嬉しくて。単純かもしれないが、俺も静香のことを好きだと思った。静香がそう言ってくれるなら正式に結婚しようか。嬉しい。俺は静香と結婚し、猫岡社の社長になることにした。にしても俺が社長でいいんですか？静香が社長になればいいんじゃ。私、社長にはなりたくないんです。性格的に向いていないので。そういうことだ。私としては静香に継いでもらっても構わないんだが、本人が嫌なら無理にとは言わんさ。私は誰かを陰でサポートする方が向いてるから、英二さんの秘書になります。静香は俺の退職と同時に元の会社を辞めていたので、俺の秘書になってくれた。猫岡社の人たちはみんないい人ばかりだし、仕事は順調だ。そんなある日、
前いた会社との商談が舞い込んできた。ったく、エイジがいなくなってから雑用を押し付けられるやつがいなくなって仕事量が激増して最悪だぜ。だが今日の商談は絶対成功させるぞ。目効果者との商談を成立させれば俺の評価もうなぎ登りだぜ。お待たせしました。いえいえ、本日はお時間を割いていただきありがてはお前グズの千葉じゃん。なんでここに。俺が社長になったからです。本当はこの仕事は部下に任せてもよかったんですが、嫌みなさんが来ると聞いて挨拶しておこうと思って。お前が社長ってか、なんで高根さんまでいるんだ。私はエイジさんと結婚して今は彼の秘書をやっているので。そんな嘘だ。千葉、お前みたいな無能に社長なんて務まるはずがない。何言ってるんですか。エイジさんは前からずっと有能でした。あなたに見る目がなくて彼の価値を軽んじていただけです。実際あなたはエイジさんがいなくなって苦労しているんじゃないですか。その通りだけど認めたくない。ふざけんな、お前が社長なんてありえない。そうですか、ではお引き取りください。ああ帰るとも、こんなところにいられるかよ。ちくしょう、強がってあんなこと言っちゃったけど契約取れなくてどうすんだ俺。てかエイジのやつ社長でしかも高値を嫁にもらうなんて羨ましすぎる。それから風の噂で聞いたところによると、嫌みなさんは俺に仕事のサポートを頼めなくなったことで、もともと成績が下がっていて、しかも猫岡社との取引をぶち壊したことで降格、会社に居づらくなって退職したそうだ。その後どうなったのかはわからない。一方俺はといえば、猫岡社がますます大きな会社として成長し大成功している。やっぱりエイジさんはすごいです。優しいだけじゃなく社長としても輝いていて。静香や社員の皆さんのおかげだよ。にしても少し前までは自分にこんな日が訪れるなんて思わなかったな。私もエイジさんのお嫁さんになれただなんて夢みたいです。あなたは最高の社長で最高の旦那様です。これからもあなただけを愛しています。俺たちはこれからも仕事でも夫婦としても良きパートナーとして幸せに暮らしていく。漫画エンジェル猫岡姉妹チャンネルもよろしくな。